どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、こちらの、丘の上水槽にいるカージナルテトラをちょっと見ていきたいと思います。まあ、見ていくと言っても、特段何の変化もないんですけれども、まあ、これの、私が動画を始める前に、近くのホームセンターで、買ってきた、カージナルテトラなんですけれども、やはり買ってきた時よりもですね、大きくなってきて、でまあちょっと成長し、なんていうんですか、この水槽自体もそんなに水草がいっぱいなかったので、昔は結構自由に動き回っていたんですけれども、今まあ結構窮屈になってきて、で泳ぎもちょっと前から気になってたんですけど、ちょっとおかしいというか、下に向かってぴょん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 泳いでるのが、ちょっとこれやっぱ運動不足もあるのかなと思って、で移そうかなとも思ってたんですよ、水槽ね、ちょっと狭いから。で基本的には、まあ、一つの水槽にあんまりいっぱいの個体を種類のお魚入れたくないんですけど、まあちょっとそうも言ってられないかなとも思ってきたので、今回こちらを隣の、まあこっちランプアイだけなんで、まあ、ランプアイだけにしてはこっちの方が広いので、泳ぐスペースもすごいあるんで、まあ、こっちに移そうかなと思いました。うん。ええ。で、ちょっと、ただそれ問題もあって、これ水草いっぱいじゃないですか。だから、どうやって取ろうかなと思ってですね。で、ちょっといろいろ考えたんですよ。うん、これいろいろ網をね、グリグリできないじゃないですか。だから待ち伏せ作戦、あれですね、餌で釣って網でスッてすくう作戦やろうかと思います。ちょっとやってみます。あ、その前とりあえずちょっと水だけね。これすらも入らないですからね。じゃあこの網を使って待ち伏せ作戦やってみたいと思います。多分逃げるんですからね。もう暴れてますから、ね、こうでしょ。餌を振るとやってくるんですよ。餌だよ、餌だよ。来るか。来ないか。やっぱ網を警戒してますね。めちゃくちゃ警戒してますね。めちゃくちゃ警戒してるんです。よし、行った。これこの作戦でいきます。ちょっと一回行けるか。ちょっと持久戦で。え、一匹だけだ。
あ、これ一網打尽にできるかもしかして。結局2匹か。この作戦でまあ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 ですね。まあまあ。逃げれるか。これやっぱ難しいですね。で、そうしてる間にこっちで水合わせ、まあちょっとあの水質そんなに変わらないので、あの、はい、あのスポイツでちょっとずつ水合わせしていきます。よし、つかめた。よし、多分全部取れました。多分全部取れた。ちょっと奥の方に行っちゃってるかもしれないですけど、取れました。はい、ではですね、ちょっと早速あの時間も経ちましたんで水槽移していこうかと思います。まあ飼育水そのままなんでこのままいきます。仲良くしてくれるか。よし、行ってくれ。どうだ。よよよよよよよ、一気一気一気。どうよ、環境は慣れてるかな。どうだろう、良さそうかな。うん、ちょっと初めて違うところの水槽に来たんで少しビビってるかもしれないですけど、アフリカンランプアイでもそんなにね体格差もないので大丈夫だと思いますけど、うん、ランプアイでも仲良くやっていけそうですね。うん、一切小競り合いしないですね。はい、ではですね、だいぶ時間が経ちましたんで、どうですかね、慣れてきたかな、うん、慣れてきましたね、うん、でやっぱね、狭い空間でずっと泳いでたんで、なんかあんまりあちこち行かないです、慣れてきたといっても、うん、やっぱ同じところで、でまあ、徐々にあの活動範囲を広げていってくれるんじゃないかなって思っています。うん、あと今までいた住人の、はい、アフリカンランプアイはやっぱね上部にいるんで、こういう感じで、まあ上にアフリカンランプアイ、下にカージナルテトラっていう形で、まああの生活圏というか住み分けできるんじゃないかなって思っているので、うん、なんかまあ種類は増えましたけども、そういった意味での観察っていうのもできて、まあ面白いのかなっていうことで、うん、今後どういったふうに、生活していくのかなっていうのを、お伝えできればと思っております。うん、まあ病気にならずにこのままちょっと育ってくれることを祈っています。はい、頑張ってください。よし、まあ俺が移動させたんだけどね。お前が言うなよ。まあそれはいいとして、はい。でこちらね、今までいたお住まい空になってちょっと寂しい感じなんですけど、じゃあこっちどうするんだって話じゃないですか。うん、でまあ今レッドチェリーシュリンプがいて、で繁殖にも成功している水槽なんですけれども、いや今まではやっぱこの狭い空間にあんだけいっぱいいたんで、少なからずチエビは食べられていました。私も何回か食べられてるのを見たことがあります。うん、まあちょっと驚いてピンって飛び出すじゃないですか。エビがピンって。で、やっぱそこをパクって食べられちゃうとかね。うん、
なんでまあこれからはエビ専用水槽がいいかなって思っています。うん、でやっぱ同じで、まあここにいるのは1種類のレッドチェリーシュリンプなんで、同じ系統のやつを買うか、もしくはレッドビーにするか、はたまたなんか違う種類をやるかを考えています。うん、でレッドビーはね、レッドビーでまたちょっと水槽な、まあ、今年中には何かやりたいなとは思ってたので、まあこの水槽でやってみるか、それとも新しく、あ、全く新しく立ち上げた水槽でやるか、まあちょっとショップに行ってその場の気分でちょっと決めてきちゃうかもしれないんですけれども、一応この水槽はもうエビ専用の水槽、エビの、シュリンプの繁殖水槽にちょっと変えていこうかなって思っています。うん、なんでまた動きがあれば動画にさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あとね、まあちょっとついでに言うことでもないんですけど、こちらね、新しく立ち上げた、和風のビオトープ、だいぶ水の方もすごい透明度、さすがブルガミアっていうぐらいの透明度で、もう今すぐ多分生態入れても全然平気だと思うんですけど、多分ね。で、実は何にしようかって迷ってて、で最初はもう決めてたんですよ、金魚にしようって。まあ前も言ったかもしれないですけど、金魚にしようって決めてて、で金魚買いに行ったんですけど、で何の金魚かも決めていて、でまあ私南信、長野県の南の方に住んでいるので、で南のやっぱ大きい都市に飯田市ってあるんですけれども、長野県の飯田市にまあ金魚がちょっと有名なんですよね、飯田さんの金魚ね。でその中でもまあ琉金、すごい赤が綺麗な琉金と、あと、タンチョウか、白に頭にポコンと赤い肉瘤っていうのかな、うん、赤いのがあるっていう、うん、タンチョウヅルみたいな。でタンチョウがいいなと思って、上から見てもね、赤いのが赤い、まあ上身になるんで、上から見て眺めるんでまあいいかなと思って見に行ったんですけど、やっぱね大きいんですよね金魚って。本当にやっぱ10センチぐらい、まあ小さくても売ってるのはそれぐらいだったな。うん、で1匹じゃ寂しいから2匹、じゃあこの大きさで2匹つらいなと思って、だったらまあちっちゃいねピンポンパールとかもって思ったんですけど、ピンポンパールってやっぱね、なんかどっちかっていうとこれも純和風にしたかったんで、ちょっと和風かっていうとやっぱちょっと違うなと思って、だからまあピンポンパールもでかくなりますしね、最終的には。だからちょっと前の動画では金魚入れるとか言ってたんですけれども、もうこれは決定でメダカにします。メダカ、はい、池のメダカです。メダカさんを買います。はい、でメダカもね今すごいいっぱい種類出てるじゃないですか。でまあ私ちょっとやっぱねみゆき系がいいなと思った、キラキラ光ってるやつが、まあでちょっと悩んでるんですけど、またまあ近日中にはちょっと導入したいなって考えてるので、うん、まあ今日行って金魚諦めて帰ってきて車の中で何しようかなって考えてたぐらいだったので、うん、ただまあちょっと金魚にしますっていうご報告です。はい、それはちょっと今日はねちょっととっちらかったまあいつもとっちらかってるんですけど、ちょっとまとめますね。まずは、はい、今日お送りしたのはまずはね、はい、カージナルテトラのお引っ越しと、こちらの水槽、今度はエビシュリンプ関係の、まあ、繁殖専用水槽にするぞという話と、本当は地元の飯田の金魚を飼いたかったけれども諦めてメダカにしたという動画でした。
お送りしましたのは私朝日でした。ご視聴ありがとうございました。じゃ、モリコからのお願い聞いてくれるかしら。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくね。動画の感想コメント待ってるわ。応援してくれると嬉しいなぁ。よろしくねー。